こんにちは。今日はいらっしゃいと書きます何かお店のような感じがしますがえ手紙ではどうしていらっしゃいますかという時によく用いますねそれでは書いていきましょう「い」の1画目左側に膨らみを持たせるようにして大きく空間を空けて2画目を書きます2画目の方が短いと美しく書くことができますよ続いて「ら」の字です1画目右下の方に行きそのまま縦画につなげて書いてもかまいません 右側に大きく空間を開いて左下にスッと抜けていきましょう。続いて小さなつ。つの形は横長に書くととてもきれいに書けます。小さくても字のバランスを意識して書きましょうね。そしてしの字です。この字はまっすぐ縦に落としても美しく書くことができますよ。続いてやの字です。この字は一画目横長になることを意識して書いていきましょう。途中で点を一つ打ち、 縦線を右下の方に流して書くと綺麗に書けます。最後にもう一度、命を書きましょう。起筆をして左側に膨らみを持たせ、そして遠くに2画目を打っていきます。字が横長になることを意識して書くと綺麗に書けますよ。いらっしゃいと書きました。その後、どうしていらっしゃいますかと手紙に一言添えてみてください。手紙がより温かいものになります。